こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま京阪電車に乗って移動中です。2番線の電車は京阪乗る人を京阪と言うとりますけども、学生時代私もバリバリの京阪ユーザーでお京阪でした。大阪京都間の移動は JR の新快速や阪急電車、最近だと近鉄の観光特急青荷押しなど数多くありますが、私は基本的にお京阪を使います。このダブルデッカーの車両が特にいいんですよね。今回京都に行く目的はこちら北野天満宮のお守りを返納するため、9月に受けた国家試験無事合格したので、あっという間に終点出町柳駅に到着。いいですね、懐かしい。ここ出町柳駅は叡山電鉄の起点にもなっていて、秋は紅葉を見に貴船神社に行く人であふれかえります。なので秋は嫌いでした。ここのパン屋さんのカルネというパンは有名でよく食べていました。これは学生時代にはなかったのですが、駅前にシェアサイクルのポートが。めっちゃ便利やん。これで北野天満宮まで行こうと思ったら問題発生。ちょっと前に仕事で鹿児島に行った時もこのシェアサイクルを使ったのですが、ポートに置いたもののちゃんと返却されていなかったようで、361時間稼働しっぱなしになっていました。約8万円の請求。慌てて電話して京都から遠隔で返却作業を行ったのですが、地図だけ見てみると鹿児島から京都まで海の上をチャリで漕いできたみたいになってますね。さすがに請求金額の8万円は払わなくていいそうですが、次気をつけてくださいねと言われました。シェアサイクル便利だけどなかなか難しいですね。ということで今回はバスで北野天満宮まで向かうことに。京都はバス文化なのでバスでどこにでも行けちゃいます。いつも混んでますが。というわけで北野天満宮に到着。入り口には 11.4 メートルの立派な鳥居。早速中に入っていきます。北野天満宮は学問の神様とされる菅原道真公を御祭神とする全国約1万2千社の天満宮の総本社です。これを聞くと疑問を持たれる方いるかもしれません。総本社は福岡の太宰府天満宮じゃないのかと。知名度的にもそう思う部分はありますが、実は北野天満宮、太宰府天満宮ともに総本社と主張しているのです。紅葉の時期だからか屋台も出ていました。北野天満宮の中には牛の置物がたくさん。これは御祭神である菅原道真公が牛年の生まれで、牛は天神様のお使いと言われることが由来とされています。こちらは撫で牛。自分の体の悪いところを撫でた後に牛の像の同じところを撫でるとそこの部分が良くなるらしいです。最近肩こりがひどくて。デスクワークによる腰痛も深刻です。よくなれ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 。参道を進むと立派な楼門が見えてきます。中に入ると疫病退散合格祈願梅干しが無人販売で、一見不用心に思えたのですが、この場所で黙って取っていくほどの罰当たりはそうそういなそうだから安心ですね。ここで北野天満宮のちょっと怖い話を。祀られている菅原道真ですが、幼少の頃から勤勉に励み、文学を極め、政治においても異例の出世。それを妬んだライバルの藤原氏によって無罪の罪で太宰府に左遷され、無念のうちに亡くなりました。そして道真の死後、権力を握った藤原時平が39歳で突如亡くなり、その後も宮中に不幸が相次いだため、人々は道真の呪いだと噂するように。ハンターハンターで言うところの死後強まる念を使った道真の存在はあまりにも恐れられたため、
その魂を鎮めるべく北の天満宮が建立されることになったのだそう。恐ろしいですね。先ほどの三光門の西側に立っているのが大黒天の灯籠です。台座部分に大黒天の像が刻まれているのですが、この穴の部分、鼻かと思ったら口らしいのですが、この部分に小石を置いて落ちなければ、お金に困らないだとか、受験生だと落ちないだとか、そう言われています。ただ、めちゃめちゃ難しいです。先に並んでた学生の子たち、小石を落としまくってました。バチが当たりそうなぐらい強く押し込んでも無理でした。気を取り直して三光門をくぐっていきます。なぜ三光門というのかというと、火、月、星の三つの光の意味があるのだそう。門を見上げると太陽のモニュメントがあって、こちら側には月のモニュメントがあって、と星がないのです。星がなくて星掛けの三光門と呼ばれたりもしますが、かつて朝廷があった大極殿から覗くと、門の上に北極星が瞬くというロマンチックな仕様。三光門の奥には国宝に指定された本殿があります。旅行業務取扱管理者の試験合格の感謝を伝えました。ぜひ本殿とセットで参拝してほしいのが、御本殿の真裏にある御光の御柱。ここには道真公のご先祖様、祖父、父が祀られていて、学問成就の御利益があります。受験のシーズンには受験生で身動きが取れないほど賑わう北の天満宮。絵馬も相当数奉納されていました。さてさて、一通り参拝を終えたところで、お守りを返納しに行きたいと思います。このお守り、大学受験の時に買ったお守りで引き出しに入れっぱなしだったんですが、今回の試験のために引っ張り出して、そんな数年前、いや10年ほど前でもご利益をくれた神様に感謝です。さすがに日が暮れるのが早くなってきましたね。境内のショップで水占いみくじというのを買ったので、庭園でやってみることに。水にさらわれそうになりながらも水につけていると文字が浮かび上がってきました。基地でした。おおむねいいことが書いてあったんですが、旅行の項目には事故に注意と。旅行系 YouTuber として積みました。そして北の天満宮では現在もみじ園というイベント開催中で、有料なのですがちょうど見頃ということもあって行ってきました。入り口付近はまだ青々しいですね。進んでいくと結構色づいていました。平日ということもありますが、北の天満宮それほど人がいなくて結構穴場かも。ライトアップされた御本殿を眺めることもできます。もみじ園の出口付近に茶屋を発見。ここではチケットとお菓子を交換してもらえます。温かいほうじ茶も。京都は底冷えする寒さなので、温かいお茶が身に染みます。こちらは千利休が茶会に用いたとされるふの焼きをアレンジした茶菓子。生地がもちもちで、中の白味噌のあんも甘さ控えめで上品なお味。というわけで、今年初の紅葉らしい紅葉を満喫。北の天満宮、受験シーズン以外でも来てみたら結構面白いですよね。
野天満宮の参拝土産とかも見てみたかったのですが、もうショップはだいたい閉まっていました。まあ結構縁起物で観光地価格だったりするので無理に行かなくていいでしょう。名物一本うどんは食べてみたいですけどね。というわけでバスで帰ります。帰る前にお腹が空いたので河原町通りへ。やってきたのは一蘭。一蘭なんかどこにでもあるんですが、京都の一蘭はなんか美味しい気がします。一人だから待たずに入れました。初めて一蘭を食べたのがここのお店なので、多分思い出補正あると思いますが、ちょっと高いですけどね。一蘭の席、三脚を置く十分なスペースがないので口元しか映ってませんが、美味しいのは周知の事実なのでいいですよね。旅先でいろんなラーメン屋行ってますけども、やっぱり一蘭好きなんですよね。そんな京都の夜でした。今回も動画見ていただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。